知らねばならぬ。徹底的にあいつを理解しなければ、生きているのか死んでいるのか、怒っているのか笑っているのか、価値があるのかないのか、さっぱり正体を見せない、あの一匹の若い獣の皮をひんむいてしまわなければ。そのために悦子はどんな卑劣な行動をもあえてする決心だった。悦子。